エンテムドアはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はバハカリフォルニア半島からパナマにかけて生息するシビレエーメの一種、エンテムドアにちなんで命名された。当初はニベカナガニベ族の通称に、ちなみチックウィックの艦名で建造予定であったが、1942年9月24日にエンテムドアと改名される。 エンテムドアは1944年2月3日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年12月17日に EV ザック夫人によって命名浸水し、1945年4月6日に艦長ウィリアム・ R. スミス・ジュニア少佐の指揮下収益する。収益後エンテムドアはニューロンドンを出港し、 1945年6月29日に真珠湾に到着。その後、ミッドウェイ島に開港され同地で紹介に向けての訓練を行った。7月24日、エンテムドアは最初の、そして唯一の紹介で日本近海に向かった。南鳥島に対する航空部隊の救助任務を行った後、日本近海を紹介した。しかし、 8月15日の終戦に伴ってエンテムドアはサイパン島への帰還を命じられた。8月17日、エンテムドアは30日間の行動を終えてサイパン島、タナパグワンに帰島。その後、サイパン島を出港して8月26日にスービックワンに入港した。エンテムドアは9月22日にシアトルに帰島し、サンディエゴから西海岸沿いに訓練任務を開始した。 1946年から47年にかけて、スービックワンを拠点として、極東巡行を行い、1948年12月10日に、ベアアイランド海軍造船所で、予備役となる。1950年10月24日に、最終駅したエンテムドアは、カリフォルニア州沖合で訓練を行う。1951年1月2日にニューロンドンに向けて出港し、 その年一杯を大西洋での作戦活動で過ごす。1952年1月31日、エンテムドアはエレクトリックボート車でグッピーや回収のためドック入りし、2月28日に予備役となる。作業が完了して現役復帰したのは10月17日であった。現役に復帰したエンテムドアは、1953年から1年を機に地中海での 第6艦隊の任務につき、1958年の夏には母校のニューロンドンから士官学校生を乗せて北ヨーロッパへの訓練巡行を行った。1960年2月にはイングランドのポートランドを訪問している。エンテムドアの本国における作戦活動には東海岸沖及びカリブ海での大規模艦隊演習への参加。 対潜水艦戦開発任務部隊であるアルファ任務部隊の標的化任務などが含まれた。1962年はニューロンドンを拠点として作戦活動に従事した。エンテムドアは1972年7月31日に退役、同日除籍され、相互防衛援助計画のもと1973年8月24日にトルコ海軍に移管された。エンテムドアは プレベゼと解明され収益した。その名を持つ官としては二隻目であった。プレベゼは1987年にトルコ海軍を退役、除籍された。ありがとうございます。